では、はい、到着ということで、はい、川上さん、はい、到着しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどこに？今日第一発目のお店は名寄の沼尻さんとこです。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、沼尻さんは K 君がレイライトのバーバーバトルに出てくれてからもう密になっていろいろと付き合いさせてもらってます。はい。で見ました外。外。もう親子でバイク乗ってこういう店が好きなんですよ。いや、いい感じですね。はい。はい、ちなみにその何年ぐらいやられてるんですかね。まあ修行から帰ってきて、まあ親父と8年やって、まあこの店勝手に、まあ親父とね、ちょっとあれで21年ですか、ここの店は。21年、ね、はい、こういう結構バーバーショップみたいな形で、そのね、最初はやっぱりユニセックスだったね。ああ、やっぱそうだったんですね。女の人も結構ね、来ていただいて、うんうん、ね、でだん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 なんかこう、ね、そんな感じにこう、今からそうだね、10年ぐらい前かな、うん、ね、なるほど、ちょっとずつ、まあ、フェードとか言い始めて借り上げみたいな。フェードはね、もう本当になんか息子が帰ってきて、だからもう全然僕はもうまだその時にはもうハサミで、借り上げ、僕はもう、ね、そういうような感じで、はい、で、もう川上さんはもうずっと知ってたんだけど、アパッシュさんっていうのがもうすごい有名で、だから旭川の人方がなんかこう転勤でナイル来ると僕の店に来てくれる。で、見たことないから誰かの紹介ですかって言ったら、その旭川のアパッシュさんに紹介されましたっていう、うんうん、結構それはあったんですよ。嬉しいですね。床屋ならではのつながりというか。そうですね。なんかどうですか、実際にこうやって来たのは初めて。初めて、うん、ね、もちろん腕もそうだけど、その名寄で言えば沼尻さんというのをもうお客さん行けばもう紹介して、で自分が来たことなかったと。はい、改めて来ると、ね、こういうところにお客さんが来てくれてたんだと思ってね、はい、さっきだって断ってもらって、もう俺らのこと待ってくれるから、もう申し訳ないよね。じゃあ、あともうみんな今日仕事だから仲間ね、うん、みんな残念がって、あ、なるほど、ありがとうございます。、はい、まあ、最後に何かありますか。はい、やっぱりこうやって親子でやるっていうことは、自分もこうやって親子なり従業員なりいてすごい大変だなって思うんだけど、本当2人でやるっていうことに、自分は大変だろうなっていうことも見えながらこうやって続けてくれてるっていうのはすごく羨ましいっていうか、いいなと思います。はい、はい、だからもうなんかこの先新しいバーバーショップにまた時代が変わって、はいはい、もう名寄のバーバーショップとして、ね、もうがっつり名前売ってください。もうありがとうございます。よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあそれでは終わりたいと思います。はい、じゃあよろしく、ありがとうございました。ありがとうございました。K 君からもなんかスパもらえばいいね。そうだ、新しいさ、ね、次のバーバーショップになるのに、こう若い世代を父さんからもう紹介して牽引していくっていう感じで、こう意気込みじゃないけどね。そうだね、ちゃんと編集してるんだよね。ちょっと編集します、編集します。はい、え、ね、2人って2人ですよ。なんかこう、これからに向けてっていうかさ、若い世代の人たちもこう経験もあってくるわけだから、はい、うん、もっとこうなんかアプローチかけれるような、そうね、うん、
せっかく宣伝するからさ、うんうん、なんかこう売れるものっていうか、うんうん、はい、はい、まあこれからババショップおなじみはどんな感じになってきますかね、はい、そうですね、まあ僕ももう今57なんで、まあまあもう本当なんていうのかな、息子にの仕事を見てもまだまだ勉強、やっぱりこう、うん、あそういう感じなんだみたいな、ええ、こうそういう風に切るんだみたいな、こっちが勉強になってるから、ええ、もうまあそれはね、やっぱりもうアパッシュさん方もうメンバーの皆さんにも感謝してるし、ええ、やっぱりこう東北ではっていうやっぱりこの名寄で、うん、あとはもう息子の代にもう行くので、ええ、ねちょっともう K からもちょっとバッチリちょっとみんなにアピールそう言われるあれだけど、まあ、まあこの名寄でなんかババスタイル広めれたらすごい嬉しいんですけど、うん、まあ、まだ全然広まってないんですよ、ナイロ、まあ、旭川から上、東北、まあ、稚内まで行けば結構いますけど、うん、なんで、まあ、自衛隊さんとか、うん、なんかあと若い大学生さんとかも結構来てくれるんで、いやもうほんとそこら辺のお客さんにはもう超進みたいですね、うん、バーバスタイルがどんだけかっこいいかっていうのを知ってもらいたいんで、まあ、頑張って発信して、ね、うん、これから新しくなるし、お店も、ね、なので、そう、もうね、刈り上げ何ミリ6ミリでお願いします。いや、ね、そうえっ、だもんね、うん、いや、フェードカットってのが流行っててっていう説明をまずしてお客さんにちょっと知ってもらって、まあ、次からちょっとまあそういうのもあるので、うん、なんかよかったら、うん、ちょっと刈り上げ攻めませんかとか言って、はい、なんかうまいことハマってくれたら嬉しいなって、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。ぜひね、アパッシュも含めてナヨルを盛り上げられるように頑張りますので、はいはい、頑張ってきます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。